こんにちはったらこんにちは、ひでもです。夫婦に教えるマイコンプログラミング、今日は1時間目の Arduino ID のインストールとボードの接続をやっていきます。ではその様子をご覧ください。はい、ではですね、Arduino ID の、ダウンロードからいきます。で、ブラウザ立ち上げてですね、こんな風に、ここですね、よいしょ。ここにですね、Arduino IDE と入力してください。そうするとですね、こういう風な検索結果が出ますので、これを叩くと。で、そうすると、このような画面が出てきますので、Windows であれば、ここですね、これを選択します。そうですね、Windows。そうするとこのような画面が出ますので、ダウンロードするだけだよと。お金払える人は払ってもいいですけどね。はい。こういうふうな。そうするとダウンロードが始まりますので、ブラウザによって違うかと思うんですけど、Chrome の新しいやつだと、この辺にダウンロードのマークが出てですね。はい。で、これでダウンロードが完了です。で、そのままですね、インストール作業をしていきます。これですかね。よいしょ。インストーラーが立ち上がりますので、ライセンス条件、同意するでいいです。で、全員でもいいですし、全員しか、ここの。ユーザー変えるかな？変えるかもしれない。いやでですね、デフォルトのところでもいいですし、それぞれですね、お好みの場所に、入れてください。僕はですね、このアプリっていうフォルダがありますので、よいしょ。というフォルダにします。それぞれですね、お気に入りの場所に入れてください。で、インストール。よいしょ。と押しますと、インストールが始まりますので、インストールが終わりました。で、立ち上げてみるのかな。はい。立ち上げると、こうですね、デフォルトの画面が開きました。で、ですね、ネットワークへのアクセスを許可すると。許可。でですね、許可するにして、パブリックネットワークとプライベートネットワーク、はい。これも許可と。にして、あとデバイスドライバーをですね、インストールするかどうか聞いてきますので、これもインストールにします。これしないとですね、ボードがつなげなくなります。で、いろいろたくさん聞いてきますので、インストールしていきます。Arduino のボードって、何種類かあるので、それぞれのボードに対してドライバーが存在しているようです。で、ですね、インストールが完了しました。で、ここから先はですね、基盤つなげないと、あんまし意味がなかったりするので、そこからになります。
インストールまでは以上でした。はい、ではですね、マイクモード届きましたので開けていきます。よいしょ。なんかね、こんな紙が入ってます。で、ケーブルと、何ケーブルっていうんですかね、昔の USB のケーブルですね。で、本体が入っています。開けていきます。よいしょ。はい、見た目はですね、普通のアルディードのボードになりますね。はい、でこれを USB につなぐと、結構ケーブルが硬かったです。で、反対側を USB 端子に繋いでみます。よいしょ。そうですね、なんかランプがつきましたね。で、ソフトを入れた時にドライバーを入れてるはずなので、これで認識されたかな。というわけで、Arduino ID をですね、立ち上げてみます。で、どっちにしようかな。いいかな。はい。で、ボードを選択ってやるとですね、これですね、Arduino の、コム7っていうのが出てきますので、これを選びます。よいしょ。で、これでですね、一応 PC と Arduino がつながってですね、ソフトが書ける状態になりました。大丈夫かな。はい、というわけでですね、Arduino ID のインストールと、ボードの接続までやってみました。ちゃんと最後までできたでしょうか。なんかあったらですね、コメント欄とかで、質問とか書いてくれると、サポートしたいです。はい。というわけで、次回ですね、いよいよ、マイコンボードにプログラムを書き込んで、エルチカなどやっていきたいかなと思います。では、ここまでご視聴ありがとうございました。この動画ですね、面白かったと思っていただけましたら、高評価ボタンだとか、チャンネル登録だとかしていただけると、僕は大変嬉しいです。ではまた次回、よろしくお願いします。